いや、聞こえない、聞こえない。あ、聞こえない。タマさん、なんか韓流みたいな。もうさ、うつつきにくいんだよ。ちょっと、触らんとって。わしの体を触るな。やめてくれ。だってさ、これ、まあ、うちらバケ戦っても、ケンジ、まだあれなんじゃないの、戦わないんじゃないの。まあね。いや、大丈夫。あの、あるもう、ダメよ、喋っちゃう。さっきは。それじゃあ、帰ってきたヤングバーサスアダルトの説明をします。ヤングチーム、修士と庄司のアダルトチーム、千葉、苫小牧に分かれ、3つのゲームで対決してもらい、2つのゲームで勝った方に、豪華賞品が。まだ賞品賞品豪華賞品が与えられます。そして、俺、ケンジは今回も中立のポジションということでですね、あの、対決の進行、審判をやっていきたいと思います。ね、これね、ちょっと話すわ、また。では、早速、最初のゲームに行きましょう。第1試合目は、古今東西。まあ、これは説明する必要がないと思うんですけども、一応しておきます。出されたお題に順番に答えていくだけ。答えれなかったり、全くお題と違うものだったら、ダメ。4人であり、1人ずつ減らしていき、最後に残っていた人のいるチームの勝ちになります。主語です。じゃあ、ここにね、こう、ネタがあるんで。じゃあ、まず、じゃあ、リーダーからちょっと弾いてもらって。うん、自信ある？大丈夫。うん、じゃあ、お題を発表します。日本の県名。県名。県。北海道なし。大阪もなし。いや、北海道とかはダメ。そうそう。県ってついてる。俺らの古今東西の入り面白いよね。うん。うん。これシュールだよ。どっち？どっちがいい？どっちからいく？じゃあ、リーダーから。オッケー。うん。リーダー、庄司、タマ、シュージ。トントンってやるね。トントンってやるね。そうそうそう。ちょっと今ライム。オッケー。じゃあ俺から。青森県。岩手県。愛知県。福岡県。秋田県。福島県。三重県。新潟県。長崎県。山形県。滋賀県。佐賀県。奈良県。鹿児島県。静岡県。宮崎県。富山県。神奈川県。岐阜県。鳥取県。福井県。新潟県。よし。何？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 それね、言った。言った。うん。若年性地方症ってやつやん。あの、負けた人はね、あの、後ろ、俺らの後ろ立ちで。デコピンじゃないんだ。デコピンじゃない。うん。そうそうそう。いや、違う。お前は勝っとるけ。ちょっと待って、これすっげー緊張した、今。緊張する、すげー緊張する。ドキドキめちゃめちゃ上がった。やばせたっちゅうの。やばいよね、これ。言おうと思ってたこと言われると。ほんと。思わせらせる。じゃあ次。あ、俺引いてるよ。いいよ、いいよ。引いて、引いて。うん。すげーっすね。お前、ビシッと立っとけ、負けたんだけど。ビシッと。あの、バス。ビシッと。あ、なんか動いてくるんじゃない？ちょっと。次のお題。学校の授業の名前。やべえな、これはね、ちょっと難しいです。あの、しかも、うん、あの、こう審判、ケンジのですね、うん、あの、脳みそにない授業はダメです。俺さ、相当現役離れてんだけど。大丈夫？大丈夫。あ、そっか、リーダーは離れすぎてますね。離れすぎだよ。16年。うん、うん、それぐらい。結構俺、アダルトチームに不利だよ、これ。うん。まあ。まあ、大丈夫でしょう、7年間も。ああ、大丈夫です。7年間も大学行ったから大丈夫でしょう。リアルやな。超リアル。ね、お父さんとお母さんを悲しますね。うん。俺わかんねえよ。1年の授業はどれくらいするのかっていうね。だって学校行ってなかったらわかんねえじゃん、こういう名前とか。ああ、やろと。7年行ってるだけなんてさ、密度の方が問題じゃん。そうか、じゃないはい。もう行くよ。じゃあ、修士から。はい。算数。体育。社会。国語。心理。理科。公家体育。
すぐ、ね、の負け。おお、滑舌悪い、うん、今なんか俺ね、姫体育って聞こえて、なんだよ姫ってお前女どうすんだよと思ったの。そういう何そう、姫体育って姫って声だよね、保健体育、保健体育って言ったよね。保健体育、俺嬉しそうに保健体育って言うな。何それ俺何習ったんだ。あ、もうあの次行きます。あ、そうか、次一騎打ちなんだ。次一騎打ちなんで勝負が決まるんで、やべ、うん、これでもうヤングチームが当たると。何それ。じゃあ行きまーす。魚の名前。食べれなくてもいいの。うん、食べれなくてもいい。いくよ。リーダーから。はい。メダカ。タイ。サンマ。アジ。ブリ。金魚。タイ。金目鯛。ちょっと、え、タイ言った？金目鯛とタイは違うよ。そうだよ。じゃあ俺がタイで金目鯛。ええー、ちょっと待って待って、あのさ、ヤングチームの勝ち。ちょっと待って、あのさ、金魚ってあり？え、金魚、金魚だって魚やもん。そうそうそう、俺金魚飼ってたからオッケー。ありなんだ。卵虫をね、育てるのは難しい。よし、ということですね。この対決、うん、何対決、古今東西対決はヤングチームの勝ちです。うん、ということでヤングチームがまずの1勝、あとも1勝すればもう勝ち、もう勝ち、うん、けどね、次はね、そうアダルトチームは強いよ。何、うん、続いての対決は、うん、ジェスチャーゲーム。ルールを説明します。各チームごとにチャレンジしてもらいます。出されたお題をチームの一人が見て、言葉にしないで体を使ってジェスチャーだけで表現し、もう一人が当てるというものです。そして正解が出ることに、ジェスチャーした人と当てる人は交代し協力して正解数を数えていってもらいます。ちなみに与えられた制限時間は1分です。正解数の多いチームが勝ち。ちなみに問題が正解できなくてもパスはできません。ちょっとこれね、難しい、うん、ジェスチャーゲーム自信ある？あれね、あのタマのジェスチャーがちょっと怖いんだよね。わかんなそうですよ俺、うん、否定しない。どう？仲間で悪いけど。ヤングチームはどう？ちらやったことないけど大丈夫だと思う。本当？バスケ部やし。オッケー。バスケ部だもん。じゃあそれ。バスケ部。バスケ部だから。あ、なるほど。ね。ね。あのノールックパスとかできちゃったよ。あのね。音笑ってください。それでは最初、さっき一勝した、ヤングチームからいきましょう。ポジション準備をよろしく。1個目。見てないよ。見てないよ。指と指の間から光が入ってる。ちょっと待って。え、これはどこで？よいしょ、今ストップ押しました。もう1分よ。よーい、スタート。あ、フィギュアスケート。ピンポン。今いいです。早く見ろよ。バスケット。オッケー、オッケーでしょ。ゴリラ、ゴリラ、こいつ、ゴリラ。何？何？何？言うと、猿、猿、猿、チンパンジー、猿。え？ピンポン。びっくりした。よくわかんない。いくよ、いくよ。縄跳び、二重跳び。ピンポン。オッケー、オッケー。やばい、いけー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 。もっと、もっと、もっと。何？この人じゃダメ。ブルネブラゴ、山越、ブッブー。もう1分過ぎました。頑張ったのに。じゃあ最後は OK にしよう。えダメ、あ、まあいいや。